クリティカのヒット、8年ぶりのシリーズ最新作サガエメラルドビヨンドをプレイ。選ばれた、違うな、自分で選んだ。サガに詳しい信夫先生を迎え、奥深きそのバトルにカノも続婚。もうないですもんね、はい、ピンチがチャンスに、チャンスがピンチに、目まぐるしく変わる戦況に大興奮。今回も引き続き、はい、サガエメラルドビヨンドを、はい、やらせていただきます、ね、はい、前回ね大盛り上がりということで、はい、まだ全滅ないよあ、そうです、すごいです。確かにそれもすごいね。ただ前回ですね、いろいろ疑問点というか気になる点いろいろあったじゃないですか、うんうん、今回ですね信夫さんの方に整理していただこうと思います。なるほど、知識はあった方がいいな、はい、サガの肝ともいえるバトルシステムを確認しよう。タイムライン、はいはいはい、ね、これ やりましたね。画期的だよねこれね、すげえ面白い。ベースとなるのがキャラの行動順を入れ替えていくタイムライン。これがでもやっぱ加納さんすごいなと思ったのが、まあ、このラインだけじゃなくてこの敵が何をしてくるかもちゃんと見てたじゃないですか。もちろんこれが大事で、やっぱここを見て行動を変えたりするんで。そんなタイムラインバトルで重要なのが連携ですね、はい、この緑色のラインをつなげると、まあ、連携が起きるよと。で次のターンにその消費 BP が軽くなるっていうのも連携はありますんで。そして連携率が 150% を超えると繋いでいく、一定確率でオーバードライブ、いわゆる攻撃のおかわりが発生する。この引き強かったっすね。いやそれに助けられたよ前回は。すごい、うん、200は確定ってことですね。確定200以上で確定しますんで、はい、で独壇場、ね、これもお世話になりました、はい、お世話になりました。キャラクターのサイド2マスが誰も入ってない時にあえて孤立させることで、はい、独壇場が発動ということなんですけど、大ダメージ必至の独壇場、実はこんなシステムが。ここでちょっと耳寄り情報です。何？独壇場を何回か出たじゃないですか、うん、あれもう終わりみたいな時なかったですか。あったあった、ね、少ない、うん、攻撃回数少ないなみたいな時あったじゃないですか。前回何度か発動した独壇場、確かに攻撃回数にばらつきが。あれは残り BP が関係してるみたいで、独壇場が発動するぞってなったら他のキャラは防御とかにして、なるほど、あえて使わない。なるほど、それ言ってよ。いや本当だよ。いやいやいや、曖昧に作ってきた。曖昧に言ってきたその子は文字通り独壇場にしてあげるってことですよね。そういうことか。そうですね、そういうことか、はい、その他バトル中に突然技を覚えるサガおなじみのひらめきや、クグツが技を模倣する映し見など、バトルをドラマティックに演出するサガならではの仕掛けが盛りだくさん。まだ無敗のカノ、果たして今回はサガエメラルドビヨンドの続きをプレイ。4つの力を手に入れるため旅に出た御堂綱典。最初に訪れた魔女の世界でリタが仲間になり、次に訪れた闇の世界で闇の城に入るための4つの鍵を集めることに。最初のバトルは憤怒の当主。ただ敵を倒すのみ。おお、あ、みんな終わりました。あ、もう終わりました。ありがとうございます。早っ。あっさり勝利するも、また何度も戦う羽目に。そうですね、選べなかった。何回やんだこいつ。え、いやちょっと、これちょっとやばい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 、これやばいわ、やばいっすよ。痛い。何度もピンチを迎えるも、はい終わり、はい終わり、はい終わり。4連戦負けなしで鍵をゲットした。残りの鍵は3つ、続いて色欲の果て。蛇の頭をした色欲の当主が現れた。結婚ぜ、結婚するのに。めちゃくちゃこいつ悪いやつだな。悪なしだよ。まる、結婚税を要求し市民を虐げる色欲の当主、どうすれば鍵を入手できるのか。
あの人たちに一回話聞いてみるか。虐げられていた夫婦に話を聞くと、目で睨まれると。え、犬？なんか犬の話出てました。犬の話。犬にはあの力が効かないみたいだった。あれ、なんか新しい展開になりましたね。当然ボスを倒すものかと思いきや、闘志が苦手な犬探しへ。犬探しだ。お、いる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 、近くにいるぞ。だが向かった先では犬ではなく狼の遠吠えが。あのバトルありそうですね。犬ではなくて狼を捕まえるやつ。犬よりも狼の方が使えると判断したミド。遠吠えを聞きませんでしたか。狼を捕まえて何をするつもりなんだ。狼使い。現れたのは狼使いのイマク。狼を色欲の闘士のもとへ連れて行ってくれるというが、あれ、何？そこに狼の姿はなし。本当かこいつ。やばい。呼べばすぐ現れるとか言ってるけど。するとミドを単独で塔の中を探ることに。いや、通路の選択画面が。どっから行けんすか。ここもまたなんか正面でしょ。さすがだよ。男だよこの人は。男なんだよ。探索を進めると、一方その頃的な感じで狼使いと闘士とのやり取りが。おい偽物、闇の城の鍵を持ってるなら出せ。鍵よこせ。こいつがか。狼だ。イマク。なんとイマクそのものが狼だった。バトルなしですんなり鍵を入手。黒徳。あ、手に入れた。だが追っ手が。そして結局。あ、やばい。おお、なに、そういうこと。兵士だったらまあすぐ行けんじゃない。バトル突入。すると木部から耳寄り情報を入手しまして。お願いします。我々が外してしまった小町ちゃんいましたよね。うんうんうん。あの子はですね、毒も使えて、え、魔法も使えて、え、非常に使えるキャラなのに、なんで外してるんだと。確かに前回あの毒に助けられた時に小町ちゃん外したのってもったいないと。なるほど、ね。はい、このメンバーのちょっと見直しも。OK。 なるほど、わかりました。見直しの結果、使える小町イン、燃費の悪い武蔵をアウト。 OK。 じゃあこれでいこう。そこサクッといくわ。お願いします。ああ、いけそう。どんな相手でも。さあ今回もタイムラインを駆使したバトル開始。いいで攻めるか。緑のラインがつながるよう連携できる技を探る。うん、そこですかね。でも先に先制になっちゃうのか。まあいいか。まあこの辺は簡単にサクッと倒していきましょう。そうですね。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、すごい、つながるよ。サクッと4連携、さすが無敗の男。息をするように連携をね。はい、俺が切り開け。チョンチョンチョン。はい、チョン。失礼して、三つ切りパンチ。おっと、これまた、いいよ。150突破。で、来るでしょ。はい、来た。はい。オーバードライブ発動で再攻撃。残り、ちょい残しね。はい、大丈夫です、はい。BP は1ターンに1つずつ増えていく。2ターン目、どれだけ連携できるか。おお、いいで、いけるか。すんげえ。はい、終わりね。私が崩す。4。うわ、ちょい残し。3ターン目、
するとここであ出ましたね、ハテナ。あ、本当だ、あ敵の技がハテナに。信夫先生、解説お願いします。相手のタイムラインにハテナハテナハテナって出る場合があるよと、うん、はいはい、この場合相手がですねリザーブ技っていうのを使ってくるよっていう印なんですね、はいはい、でこのリザーブ技っていうのが、まあ、こっちの攻撃を無効化したり、あと連携に割り込んできたりとか、連携ラインを邪魔してきたりする技もリザーブ技にはあるので、これはハテナハテナが出たらこう解除しに行かないとこっちの予定を狂わされるわけですよ。なるほど。なんでそのためにはリザーブ解除ってついてる技があるので、うん、そちらを使って解除してみましょうという、ね、はいはい、でもハテナ発動する前に倒せるでしょ。いけそうっすね。これがね多分大丈夫だと思うんですけど、えこっちが出す技によっては順番関係なくいきなり入ってきたりする場合もあります。前さ誰だと思ってんだよお前。そんなに百戦錬磨だぞ。自信つけすぎてるな。強気の狩野、ハテナは気にせず撃破を優先。あら、あれ危ない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 大丈夫だ危ない危ない。よしよし、なんとか撃破してハテナ発動を回避。サクッと倒します。あっという間に残りは1体。おお、あ、いい、いい、早いですね。すごい。いけ。ゴーナッド。つ。うん。よいしょ。はい。胸走り便。あ、いや、超えました。あ、もう終わってる。もういないから。やってるから。もう先に。丁寧にね。一応解説したつもりだったんですけど。無事、2つ目の鍵を獲得。あと2つ。2個目。続いて向かったのは、鈍色の塔。中では、鈍色の当主が待ち構えていた。次物は何かね。鍵の手がかりを求めて先ほどと同じように聞き込み。珍しい食べ物も好きだな、味なんて分かんないくせに。食べ物を探すことに。お？ん？あ、大量とってことですかね。珍しい。大量の餌と高級な餌の選択肢が。あ、高級行こう。高級。井戸の中を探る。手応え引き上げて。うわぁ、トルだ。じゃあサクッと倒して、ね、アイテムゲットだね。お、一つずつ倒していく。なんかすごい、なんか大丈夫ですか。強そうですよ。メッタ雑誌って書いてあるよ。あれ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 、やばい怖い怖い怖い。この見た目やばい。これはやばい。幅広くないですか、一人で、うん、ねえ、5マス分。強敵の予感。連携も作れず。ちょっと待って。とここで、あ、自身への攻撃を受け流すことや、これプロテクト技となって敵の攻撃から仲間を守ることができる。これをプロテクトと呼ぶ。あ、ひらめいた。ひらめいちゃったよ。全体めっちゃ高い。やばい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 。痛い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 。でも大丈夫。あ。攻撃力も今下がってますよね。アイコンが剣のマークの下矢印みたいな。やはり強敵。メッタ刺しでステータスダウン。気を引き締めて手下の B から攻める。まあそういうとこに繋げていくしかないですよ。そうだね、はい、ここも1で。ああいいですね、繋がった。いいですね。とりあえず B よ。よし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 、 B、 そうそうそう、 B よ。硬そう。ナイス。うわわわ、これは強すぎる。あ、来た。お願いお願い。はい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 。おお、いいよいいよいいよ。どうだ、繋いでくる。来た。入るな。だがとどめまではさせず。やばい。入ろ。B いけそう。食べる。あれ、いけんじゃない。ちょっと技怖いっすね。食べる。え、あ、食べる。
シンプルイメージ。食べるはまずい。どうします？ B そうです。B はいけそうだから。B 防御ってことは攻撃してこない。そっか。なかなかダメージ入んないですかね。どうなんですかね。確かに。あ、防御だから。まあ攻撃力も下がってるしね。ちょっとやっちゃおっか。やっちゃおっかこいつ。軽いノリで B をやっちゃうことに。でもいけそうっすね。いける？お、防御だよ。でも食べられちゃったら怖いですね。それが怖いね、そっち側が。誰を食べるのか。強敵の食べるの表示に身構える一同。と強敵が思わぬ行動に。あ、え、味方だ。え、うわ、味方来た。全体ついてきたよ。逆にいいよ。いいよいいよ、やろうよ。よしよしよし。でも防御力めっちゃ上がってる。おおおお、ガードすごいっす。でもチェッ、もう一回やりますよ。ガードも食ってんだ。ガードも防御も。本当だ本当だ、硬かった。防御も食ってんだよ。食べるはなんと味方を捕食し体力大回復、さらに防御力アップのバフ効果。そしてまたしても、あ、また来る。めっちゃ私やばい。かなり不利な状況。突破口を見つけたいところ。すると木部から、あ、毒お見舞いしといた方がいいですか。あ、毒どれ。小町ちゃんですよね、これ。あ、くくり。あ、これ毒鉢いかないの。上の方にこれ、それ行こう。小町の毒鉢は 50% の確率で相手を毒状態にできる。これっすよ。 50% の確率で毒が、毒ですよ、こうなったら。これ強そうなやつを。よしよしよし、頼む。怖いなぁ、メット出し。はいはい、かかってこい。あーあーあああ、軽め軽め。生きろ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 。よし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 。毒地上プレス。毒来い毒来い。これ強い。ウィークウィーク。しかもいや硬い。あ、いかないか。残念ながら毒は入らず、なんとか大連携を作りたいところ。くそ、なんかバラバラっすね、みんな。つなげるか。もう一度小町は毒鉢。みんな決まってよ。3と2の連携で勝負。絶対ついてきてよ。惜しくも毒は入らなかったものの、オーバードライブが発動。耐えてる耐えてる。よし、神秘に防御力上がってんだよね。よしよしよし。強敵の HP を半分まで削った。これいける。ないか、ちょうどいいやつはないっすよ。ないか。ここはゼガヒでも大連携を決めたいところ。待っててよ。お、すごい、つながった。ここでいける。うん、本当だ。5だ。厳しいと思われた5連携を見事形成。おー、すごい。ここで5連携でかいっすよ。すげえ。フライング地上カット失礼鉢。いけ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 。ナイス。あー、失礼。勝てー。ほんで200いってるから。もう一度組み立てるぞ。はい、もちろんおかわり。オッケー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 。いいぞ。オッケーオッケー。人間は何だ、使用したゾーン。我流技、新たな技を人間は使用したゾーンを元に合わせ
我流技。我流技と呼ぶ。これもひらめきの種類。押せ押せムードの可能。おい。だったが。うわあ。ここで魔女リタがダウン。あらら。最大4連携に繋げるか。繋げられねえ。まあいっか。うん、敵を挟んで3-1で攻める。果たして。よし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 来た。部長どうだ。今ひとりだ。すごいな。おーさあ来た。はい、あともうちょい。あと1。ああ耐えてる。決まりだ。よしよし。窮地からの大逆転勝利。なんか食材来い。これはいった。おお、よっしゃ。食材ゲット。よっしゃ。すごい。お、うん、ほら。早速鈍色の闘士の元へ。ご褒美を。褒美をってますよ。鍵をおねだりすると。お、あれ。あら。え。お。持っていけばいい。よし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 。三つ目も無事ゲット。残りはあと一つ。最後の監視塔へ。鍵の持ち主は怠惰の当主。ここでも選択肢が。人助けか直接塔に乗り込むか。どう？もうさ、今までこう食材集めたり、はい、狼捕まえ、直接やっちゃう？ああ、やっちゃっていっちゃいますか？そうですよね。あれ遠回りしてるかもしれないですよね。あ、乗り込む。あ、乗り込む。乗り込むか。行っちゃいますか？行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。ぐーたらな投手。鍵は枕元に。起こさず通るのは難しさ。不意地？やっちゃおう。あ、蹴りで倒せ。目を覚ました投手。蹴りで蹴りがつくはずもなく、バトルに突入。普通でしたね、あの難易度。あ、じゃあ、さてここなんですけど、皆さんこのBC から倒していく？投手以外の雑魚から片付けていくことに。これでいきます。これもなぎ払いなんでスタンが入る可能性あります。 OKOK 大事。おお、いいね、いいね、いいね、めっちゃいい。おお、なぎ払い。おお、やっちゃう？やっちゃいますか。しちゃいましょうか。強くなりすぎちゃいましたかね。そういうことか。すぐ強くなるから。その後もしっかり連携を決め、安定した戦いを繰り広げるカノ。はい、楽勝のエモンや。はい、はい、あっさり終わるか。うん、美しいですね、連携が。どうだ。鍵はもらっていくで。あら、全ての鍵を手に入れた。あっさり。おお、来た。あれ、満を持して闇の王が待つ城へ。お、はい、チーク玩具ならぬ鍵合わせへ。はい、ピースリスト。ね、これ赤。あ、何これ、何これ。いや、もう全然大丈夫です。迷いに迷うカノリーダー。底辺が長いところがっていうことだよな、普通に。
底辺が長いところがあの面になるってことだ。動き強いですよ。ふざけんな。動きが強い。いやそういうことですよね。そうやってやっていく。あ、すげえ。そうだわ。青が黄色がなんか間違えてんだ。そう。あ、すげえ可能性。おお。さすが。そうか、なるほど。なるほどね。こうやんのよ。さて、酒井のでかい独り言もあり。はい。おお、綺麗。おっしゃ、来た。仕掛けを解除し、扉の中へ。闇の王に呼びかけると。お、うわ、来たよ。そこには、各当主たちの姿も。うわ、全員集合。マジ？これやばい。退路を断たれる中、闇の王との直接対決へ。え、マジで強敵だ。ちょっと待って、今回初の強敵、無敗のバトラーかの勝利なるか。うわあ、これはやばいじゃん。これやばいよ。え、すごっ。どう見ても強いいかついフォルムで降臨。こいついける？単独。前後2マス、誰もいないので独壇場が成立。やった。でもうじゃあみんな防御。じゃあもう防御しましょう。他のキャラは防御。独壇場に全 BP をぶち込む。関係あります。関係ないから残ってても。打ちまくるぞ。うわっ、本当だ。いや、ウィークめっちゃいい。いいよいいよいいよ。いいよいいよ。あれ、お、なんかひらめいた。うわ、これいいよ。うわ、やば、なんだこれ。何これ。あ、やばい、やばい。やばそう。おわ、まあ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 。なんとかしのいだが、皆さんはお気づきだろうか。独壇場になってないですか。本当だ。邪魔しない。あ、やばい。今度は闇の王が独壇場。とんでもないの来ますよ、多分。でもあの左くっつけたいですよね。まずこいつは毒針行きたいのよ。ああ、はい、毒鉢行きましょう。以前も大活躍、確率 50% 小町の毒攻撃。はい、 50% で毒で、耐性とかがなければ。そしたらこうする。一旦、そしたら1個 ね、邪魔してますよね、はい、1回で済むという。毒壇場を阻止。そんな闇の王の技目は星滅みたいな。はい、なんかいちいち技名が怖いですね。めっちゃ強そうですね、うん、無効だ。毒無効でした、この人。無効。頼みの毒は無効。さらに、やば、あ、やば、あ、やばいよこれ、これはやばい。メテオすぎる。回避したやつもいる。回避したやつもいる。思ったよりは軽傷。めっちゃ強い。わかりやすいよ。繋げようか、全員。行きましょう、行きましょう。この意外と見かけ倒しかもしれないですね、あいつの攻撃。確かに、うん、全員連携の大チャンス。覚醒って怖いっすね、また。いや、でもね、今までの変わっちゃうんじゃないか。見かけ倒しだったですよ。なるほど。あんな惑星のあの CG 使ってはい。あ、これ来た。よしよし、全員集合。全員集合。大ダメージとなるか。絶対ついてきてよ。いいですね。いい。かっけえ。ドンドン。オッケー。ドン。うわ、もう一丁。で、ゴリゴリ削る。よし。オーバードライブ発動も。ずれたせいで。ずれた。やばい。やばい。どうなってる。こっち来い。これやばい。これやばい。これやばい。うわー、やばい。大丈夫だった。ステータスが上がるやつ。あ、だったから。うん、あ、なるほどなるほど。攻撃じゃなかったから助かったんだ。もう一回いけるはずよ。オーバードライブで闇の王の位置がずれ、まさかの独壇場の配置になるも、覚醒が防御技だったため運よく逃れた。何が起こるかわからない境目。ブナー、こっち来いって言ってましたね。こっち来い。こっち来い。闇の王の HP は残り半分。ナイスファイトを見せるかの。次やばいってことだ。次やばいのよ。ここやばいっす。ここでなんかな。でも毒はダメでしたもんね。毒無効です。無効っていうのは効かないってこと。もう多分耐性がついてて。スタンもついてるんですか。可能性はあるけど、試してみてもいいかも。半分いってますからね。まあ1だしね。使ってみようか。うん、
状態異常を期待してスタン技を仕込む。僕無理だな。あ、どうすね。いいですね。おお、また。いけるよ。お高いやつで。高いやつは。あ、全部1だ。またしても5連携。いやいい。これでどこまで削れるか。おいおい、マジかよ。勝てるかもよ。おお、なんか入ったぞ、セリフは。ただ向こうな。ドン。よしよしよし。おっと、はい、来た。確定。死にも出てる。繋いでいく。よー。全員来るじゃん。よし。もうちょっと。はい、4。あ、ラスト。153。OK。これが。誰か耐えろ。あ、そうだ。耐えろ。いやー。強いよ。覚醒もやばい。力を見せてみろ。耐えて。と、ここで。やばい。支援、でも支援行動。支援行動。あ、あいつがなんか助けてくれた。憤怒の闘志の支援行動により、闇の王のステータスがダウン。HP も残りわずかに。あ、こっちの味方してくれたんだ。あれ、いけるな。で、これをつなげて。一つ心が残ればよいのだ。これで決める。決めよう。これで。おいよ。カノ、強敵闇の王に勝利。え、大丈夫だね。強いよ。そして精霊とのバトルへの新たな分岐が。あ、バトル難易度を見つつ、はい、最強いく。あら、いっちゃいます。でも確かに今強敵だったのにかなり HP 残して割と余裕目でクリアしてましたね、はい、いっちゃおうよ。負けを知らない男カノ、涼しい顔して超高難易度最強レベルに挑む。いきますか、はい、最強。最強頼むよみんな、はい、行きましょう。お、あれ、またなんで。先ほどの闇の王にそっくりな火の精霊。ただ決定的な違いが。あー、でもしかも友もいる。いる。うわ、友厄介だな。そう、お供が2体。さらに連携してますね、あそこ。本当だ。こいつ行く？うん、そうですね。そうですね。先に削り切っちゃえば連携も外せば。気抜けへんな。確かに。割り込みではなく倒しきって連携を崩す作戦に。まあ1ずつで、そうですね。OK。4連携で勝負。お願いしたい。どうなるか。オーバードライブ来い。ここ大事。はい。うわ、使えるの？あ、よし。あ、でもよし、これは。やり直しは違うぜ。二人だけ。あ、そっか。ちょっと厳しいな。やばい。倒しきれず連携発動。大丈夫、覚醒前だから。あ、オッケー、オッケー、まあ。うわ。やばい、連携させたらやばいな。ここの方がやばかったな。かなり手強い相手の連携技。今度も仲良く隣同士に。連携こいつぞ。そう、そこに入り込みたいですね。あのボスと B の間に。こいつでしょ。ああ、これで。で B 行こうか。最高です。今度はしっかり割り込む。そうですね、少なくともなんか連携して。あ、ここも1-1でいけるのか。1-1でいけるじゃない、うん、よしよしよし、超いい。ナカードなんだ。うわ、硬い。おい、ナイス。おい、あ、ダメか。おー、ガードしても強え。ガードしても大ダメージ。いやー、お、いけねえか。向
こう、あ、覚醒だからあれですね、覚醒だ、覚醒か、ステータスアップの覚醒、その間に手下どもを片付けておきたい。指示をこうして、こうしてオーバードライバー、こうして、お、あ、いいですね。こうして、こうだな、お、よし、すげえ、危ない、やばい、よし、よし、早い、連携が、あ、でも大丈夫です、早めに、お願い、お願い、よし、よし、一体撃破、ああ、やばい、いや、これやばい、いや、これもまた 5連発いけるね、いけそうっすね、ああ、そうですね、踏みつけが来ちゃう、いい、まあでもそうですよね、防御力アップのボスは後回し、あ、いいですね、3でオーバーブルマイしちゃいましょう、で1、うん、これは攻撃どこに飛んでくるかが、そうですね、踏みつけが、あ、うわ、一発でかすぎ、やってくれたわね、あ、でも頼む、決めたい、よしよし、で、そうで、連携も来た、よし、4人銃効くな、こいつ、この感じ、おい、やめちゃった、どす、うわー、あ、これは、まあれ、独断チャンス、独断チャンス、独断チャンス、ミドを右に一つずらせば独断場、先にこの精滅が来る、来ます、あれか、精滅か、大スケールで繰り広げられる精滅、しかし前回浴びた時には精滅が意外とでしたか、なんか発泡スチロールみたいな、そう質量の軽い星、前回はね、あの子が耐えられるかですね、そうね、いけるでしょ、まあでも、でもその後は毒弾が待ってますから、毒弾もう耐えれば、これで行動決定いいね、大丈夫ですよね、はい、全員防御になってないですよね、 OK、 ステーキン、ああ、こうで、はい、で行動決定、で行動決定、はい、はい、BP の方関係ないですか、 BP をミドの毒弾上に全振り、このメテオ、覚醒後のメテオどうなの、なんかね、演出は外れなんですけど、大丈夫、お願い、お願い、よし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 、ここに見せばやる、来た、さあどうだ、いや、まだまだ行く、よし、ガンガン行く、ガンガン行く、よし、ひらめけ、え、どうだ、危ない時ほど集中できるぜ、今なんすか、あれぐるぐる丸々になっても、しっかり精滅を受けた際に実は混乱状態になったミド、それにより指示不能状態に、じゃあもうこれ繋がってないってことですか、混乱してるから白くなっても、あ、本当だ、絶対全体攻撃だこれ、どうしよう、ちょっと違うな、違うな、そしたらミドをちょっとあっちに追いは、そうそうそう、そうだね、それでミドを連携ラインから反らせて3連携を作る、まだ結構残ってるな、150超えろ、ミスったりとかしてくれ、よし、よし、もう一回、もう一回、もう一回、頼む、もう一回、うわー、ない、どうだ、自信怖、やばい、おわー、いやー、残され死にに秋風ぞ、パーティーは壊滅、おわー、いやー、絶対絶命、残すは小町一人、逆転でねえか、こう、あ、ここ、ここで行くしかないね、そうっすね、独断、ただもう行くよ、行きましょうか、耐えた、小町が、小町、うわ、あ、そっか、向こうもだ、そっか、向こうも、うわ、やばい、向こうも独断、あ、あ、耐えろ、え、でも、あれ、いや、でも、あれ、いや、まあ、え、独断、あ、かい、
うわきつい。いやきた。それは無理だわ。強い。最強強い。全滅。最強強い。いやいやちょっと最強はすごかったね。ちょっと強すぎましたね。さすがに。なんかあの名前の割に。な攻撃も続いたんですけどね、うんうん、こんなんやればいけそうだなとか感覚的にどう佐賀マスター。佐賀マスターからすいや準備足りない気するなステータスしかり立ち回りはでも全然僕でもそうするなっていう立ち回りばっかりだったんでそれでこうなっちゃうってことか。回復がないのかな。そうっすね。落ち込むカノとそこへあ、なんかあ、はい、あら呼ばれてる。まさか呼び出し食らってる嘘何何何小さい保健の先生から呼び出し食らってるなんか持ち出し優しそうな先生があら、なんかまとまったみたいですけど。あれどうしたんですか。本部からの連絡をお伝えします。はい、本来ですね、もう一本、うん、いろんな主人公いたじゃないですか、うん、違う主人公の、うん、あこういうストーリーなんだなっていうのを予定しておりました、うん、3本目として描いてましたけれども、うん、ただもうそっちをなしにして、うん、こいつを倒すっていう回にするってもありだそうです。俺はねあのやっぱこの主人公にもう愛着がもうすごいいやそうですよね。あそうですか。御堂に御堂なのり、うん、今からまた新しいキャラクターにその愛をいや面白いんだと思うけどその愛を注ぎ込むまでいけるかなっていうのはあるからこの御堂と俺は心中したい。やりましょうよ。じゃあ分かりました。行きましょう。じゃあこうしましょう。この休憩中に、うんのぼうさんがまた情報仕入れっていう。そうですね、はい、頼むよ。ちょっとパーティーもちょっと見てみて、はい、ちょっとセッティングします。はい、じゃあ次回、はい、リベンジいたします。よっしゃ、はい、行こう。ぶち込むか全部。かっけー。次回予定を変更してお送りするクリティカルヒット、ミラクル連発、激闘に次ぐ激闘。頼む。ぶちかます。いけー。おーすげーダメージ。3発いったろ。4発いったろ。衝撃の結末果たして。サガエメラルドビヨンドは好評発売中。またプラットフォームごとに異なる主人公が遊べる体験版を配信中。今回カノがプレイした御堂編は PS5、PS4 で体験でき、スイッチではアメイヤ編を、 Steam ではビーバーナンバー5編を遊べるのでチェックしてみてね。